ここだよ、俺はもう今、はい、まあ、とりあえず、オープニングで、はい、おこだ、おこだ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。まずね、あの、まだ始まってないからね、英語とか。早かったね。早いから。そう、おこなんですよ、今日は。ちょっと。なんか前回、英語禁止とかやってて。はい。まあ、あれがね、すごい反響が良かった。あ、とっても良かった。そう。なんでおこかっていうと、まあ、あの後、まあ、あの時締め日やったのね、締め日。締め日の日にあれをやって、あのね、もう出てた2人が、なんかもう、オープン直後から、もう11時半ぐらいのノリになっちゃって、やばかったベロンベロンで、だからニコラ見てなかったけど、俺、引いたもん、結構、何こいつら、キモみたいな、だからなんかでも、もう1人の方は、なんかもう、俺もうダメだっつって、うん、無理やり同伴をしたらしいからね。最悪だね。ヘルプつけないとか言ってそうで、なんでおこかっていうと、もうその二人がなんかもう、いや、今日は出ないっすみたいな。あー、もうビビってんだ。もうビビってんだ。はいはいはい、とか言ったから、あの、連れてきた一人、上、来い無理やり連れてきました。お疲れでーす。よいしょ。お疲れでーす。ビビってる。同伴の俺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 。同伴ビビリ。同伴ビビリ。おい。お金やろう。ほんと緊急、ほんと。緊急電話して。しかも今日なんか、あの、喋ってんの今。おこだから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 。そう、あの、今日来た瞬間に、なんかもう、なんか知らんけど、もう早速これが置いてあった。俺、久々に見たけど、俺、こういうシステムになったのかなって思ったもん、一瞬。そう、あれ、まあ、スタッフさんのね、あの、粋な心遣いと思ってるだろう、これは。早い。確かに。ニヤニヤしてたけどね。あれ、絶対悪意がある。悪意がある。さあ、じゃあ、今日も、あの、始めるけども、今から。もう今から始めるよ。今から。もう、早っ。あの、外そう。開始って言ったら、もう始まるからね。はい。うん。で、なんかもう、あんまりこの前が、あの、ベロンベロンになりすぎて、なんか、あれやったから、あの、そう、あの、勝手に俺今日は、あの、ルール増やした。何ですか？あの、英語、ま、また開始って、もう赤文字でも開始って。ああ、もう、始まった。悪意、悪意ある。絶対ある人たち。あの人たち、悪意ある。始まってもうたやん、俺。説明しようと思ったのに。始まってもうたやん。これなんか入れとかなあかんやん、これ。あの、茶色いもの。茶色いやつ。黄色いもの。勝手に始まったらびっくりしたよ。説明しようと思ったのに。早かった早かった。しかも結構ガチな量入れるんだよね。じゃあ今日もう一個増やそうと思ってるのは、もうあの、もっとみんなに酔っ払ってもらおうと思って。はい。なんかいい感じやったからね、この前。うん。だからあの、ベタやけども、あの、ダメ。ああ、手を叩くのダメね。手を叩いてはいけない。あった、ウケる。やったかんだ。はい。あの、一回いっぱいやから。えぐい、えぐい。えぐいね。そう。あの、一拍手、一グイ。びっくりした。今さ、俺、あの、グイってさ、結構カタカナ出るから、俺、グイ英語ちゃうとして。すげえと思った。カタカナに敏感になる。マジほんま、ビクビクするわ。えぐい、えぐい。ほら、なんかさ、もうほら、なんかもう、うーんって英語とかも、これほら、もう、誘ってるやんか、もう、なんか、ほんまに、なんかもう、あれやん。すごい誘導尋問的なやつ。拾えない。あの、これを読ませようかみたいなさ。この、このなんていうのね、あの、日本語で言ったら紫。ああ、紫。違うか、違うか。まるまるさん、帽子かぶってる人の名前はセナだよ、セナ。俺、セナって言います。はい。はい。ビビリ同伴。ビビリ同伴。ビビリ同伴。じゃあ、もう11時半にゲロを吐くって感じですかね。何が？はい？意味がわかんない。結構普通やつ。お前酔っ払ってんのも。いや、まだ酔っ払ってない。まだ酔っ払ってない。あの時はもう、11時半にゲロは。いや、まだ、まだまだまだ。これから。まだ。これから。なんかもう、ちょっと喋んの怖いもん、今。怖い。こんななんか、あの、重圧を感じるんだね、すごい。俺、ご飯の方が好きやね。俺もご飯。ご飯派。うん。ご飯。ご飯だね。こなたの文字がちっちゃいから見えへん。ちっちゃいわ。ご飯、ご飯、ご飯。オムライスかな。
なんてデュデーセナアウトガイあのさ、もうなんかこれダメだよこれダメだよ俺今ああダメだなんかもうダメなのなダメなの あかんよなあかんすねあかんよなはい、うん、あもうこれ足りひんわあのあれ器が器、うん、器がね器が足りひんからちょっと俺も飲んどくわあ仕事前にこれ飲むとこんな気持ちになるんだね、うん、あのデデーがあのガキ使ったもんねあのウケたもん、うん、ビビった喋って喋って喋ってもう、うんうん、もうあもうあえぐいよこれはもうあね、ちょっと照らすで、うん、あー照らせたえぐいえぐいえぐいこれセナあざあおいさんはいこれ俺これ俺これ俺ですねこれ俺ですね自分がね滑ったでもこれ言わなきゃいいでしょ真ん中の人はそうです、ね、あ6じゃないよ6さんじゃないですね、うん、はい、はい、名前書いてあるからここに名前が、うん、あこっちこっちどっちどっちこれどっち書いてあるあ知らねえよ何かあるわさああおいさんあおいさんあおいさんどうっすすごいなあ、これはあの茶色いやつ茶色いやつ茶色 茶色い多分見たら分からないもの、うん、まあ、期間でも分かるやん、見たらそうだね誘ってますから、うんうん、何読んでるのとかもなんかもう分かって知ってるやん、もうなんかうるさいもん、うん、何かついてる、うん、ね、これほくろほくろ、うん、だいぶでかいもう人のほくろはバカにしちゃいけないよ、お前最悪だよ、うん、人のほくろはバカにしちゃいけない何着てるのあの、上着なんでそんなピンポイントで終わったなんかもうおかしくないなんかめっちゃピンポイント、ね、人のほくろが俺かそうだね俺やなこれ気づかないもんだね、こちらは俺らはでも、普段普通に使ってっからさ、もう危ない危ないすごいね、英語って浸透してるもんだね。だから俺もう吐きそうやもん、うん、2月に定番の甘いの好き吐きそうでなんか俺ほうれい線出てきたわ、ね、酒飲むとほうれい線出てくる病気でしょ、あの吹き出てくるから、うん、いやもう11時半とかひどいことになってるで多分ほんまに今日はもう寝たふりしてもう帰んで俺早い早い早い勝手に帰んでマジで皆さんの職業職業は接客業接客業接客業でしょ噛んでもグイにしますよ死ぬそれ酒飲んでったら結構厳しくなってくるぜ飲み物を飲む噛んすね接客しながらそう接客業だね、うん、そうあ拍手もダメ、うん、噛んでもグイああ、うん、ルールがルール OK ルール増えすぎうえなんか俺もうグイグイっていうのもためらうわなんか怖いわほんまねやばいすっごい普通に言ったね今ちょっとダメなんだいやビビるよこれほんまにほんまビビるようんいやしたよねなんか紹介したよ紹介番組紹介したよああ番組紹介した、うん、そう紹介、うん、そうもう変なとこ拾わんといても紹介ねなんかもう不安になるからいろいろなんかさ減る量えぐいねえぐいね結構、うん、3人やしねこれ受けるあと2人くらいいたら今これどこで見れるの友達にえっと、なんかさ、もう今
ほんまに多分俺、今年始まって俺一番イライラしたもん。うそうないね。これなんかやられた感、この謎のやられた感何なんだろうね。いやほんまにもうあの俺今まで生きてきて、はい、ほんまにもう人生で一番俺アホやと思った。ね、びっくりしたね。ニコニコ、うん、ニコニコ。ニコニコは別に英語じゃないよね。ニコニコニやもんね。そうだね。うん、やざわだね。ホストホストで言っちゃってっかみたいな。違うのか。カタカナに敏感になってくるね。今ハマってる、遊び遊び遊び今ハマってる遊びね。今ハマってる遊びは遊びはあの何やろ、動物を狩る怪物狩り、怪物狩り、あおられて俺も今怪物狩りしてるからね。うん、あとはなんかあのもうすぐ発売するなんかあの、はい、うーの伝説とか、うーの伝説、うん、うーの伝説の、うーの仮面、あー、はい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 、あー、分かった、うん、ウーの仮面、ウーの仮面で、うん、うん、あー、そうそう、あの、うん、それだね、276番そう、正解、正解、良い、矢沢は、あれやろ、あ、エチキ、エチキ、エチキ、カンダ、楽しい。俺、まさかさ、買うと思わんかった。だって、駅使うって結構やばい。これすごい。あ、こっちが楽しいやつだね、これ。なんかいろんな、あの、ポケモンは英語じゃない。重圧が。そう。あっぶね、今いい感じだ、これ。今なんか言ったよね。うん、あれ英語か、あの、なんか言ったよね。だってさ、この袋とか、これ言ったよね。この袋の買い物だ。グレー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 。危ねえ、今俺また言いかけた俺。また言いかけた。危ない危ない。どんぐらい入れる？や、普通ぐらい。満タン？でも氷入ってるから。あ、ほんまやね。あ、そっか。なんか英語か。丸々丸々、うん、氷入ってるよ、氷が入ってる、これ入ってる、今日はお店で、いや今日はお店で何もないよ、うん、行事はない、ね、行事ね、そう、特になんかそういった行事はない、行事はない、うん、今日はないですね、今日はないよ、うん、次は13、14、そう、13、14、何の行事があるの、何行事、うん、なんだろう、うん、茶色い食べ物、うん、あ、面白くないわ、それ。そういうしかない。うん、なん世間一般的に。世間一般の。分かりやすくさ、ね。分かりやすく、世間一般的になんて。みんなが分かるように。分かるように、みんなが言う、分かるように。他に分かるように。うん、だろうね。そう。あ、甘い祭り、甘い祭り。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 お前、たぶん、甘い祭り。びっくりするぐらい伝わんないよ、それ。やっぱ激甘。うん。激山祭り、激山祭り、激山祭りじゃないですか。いろんな意味あるやん、それ。何をするの？伝わってないから。何か渡すの？それ何か渡したりするの？何かをそう、あの、何を渡すの？甘いものを渡す。渡される男の人に、男の人が渡される。角砂糖とか。角砂糖とか渡されるの？渡される行事。渡される行事はありますね。いやもう面白くないからいいわそれは。終わり、面白くなかった、終わり、勝てたと、なんかさ、俺さ、今さなんか酔っ払ってんのかな、なんかナチュラルに俺普通にこれ飲んでた俺、うん、それなんかお茶感覚で、うん、食ってなんか普通になんか一口飲んでたあ、うん、あ、これダメージ、うん、ダメージでかいっす、ね、あのとりあえずあの、うん、あの宣伝、うん、あ、宣伝行こう、宣伝行こう、うん、宣伝行こう、どうぞ宣伝、うん、宣伝、早く早く。 I am Yusei, who newcomer just entered AJ. Is there already number one seller? Sorry, he could not be the one any longer, cause I'll be the one.Hey gentlemen, would you like to know how to raise the sales?
ようこそ僕のシンデレラ。まあ、とりあえず、まあ、とりあえず、あの、靴、ね、靴みたいな靴攻撃攻撃攻撃によって受けるあれを、じゃあ、どういうもの飲まなきゃならない負けへんでやってわぁ、じゃあ、とりあえずここに来ようかうん、ああ、いや、喋ろしゃべろ。俺自分で作るからいいよ。あ、高いの。あの、うん、行くから場所教えて。歌舞伎町。歌舞伎町。いや、歌舞伎町英語とかやばいやろ。うん。多分。歌舞伎町は違うでしょ。漢字やし、めっちゃ。確かに。めっちゃ漢字やし。歌舞伎町どこ？何の近くって言えばいいんだろうな。なんて言えばいいかな、うん、もうあれ、探したらいいやん、携帯で。あ確かにね、確かに探そう。13、14はちょっと、ちなみにこの425番は、はるかさんね、合同営業をしてるんですけど、うん、どこと息をしない。それはもう、うん、だってもうそれ以外言えないこれ以外何も言えなくない僕散々それ言ったんで、合同営業してるんで、はい、それで今後の紅白戦を今後の紅白戦をやっているんで、13、14で負けた方はちょっと罰遊び、うん、罰遊びとかもある感じで、ああ罰遊びバタ遊びとかもある感じ、13、14は、はい、合同でやってるんで、はい、まあ、もしよかったらね、まあ、遊びに来ていただけたら、はい、はい、聞いてなかったんで、もう一回いいですか、どこ、え、全部っす、全部、はい、13、14が、はい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 、合同営業をしているところと、混合の紅白戦、はい、そうですね、はい、をやるんで、はい、で、13、14の、まあ紅白に分かれて、うん、負けた方の組織は、はい、組織バツ遊び、組織そう、だから場所が分からんって言ってる人いるから、場所は僕も結構休むから場所とかよく分かんないんで、なんだろうな、なんだろうな、俺今から電話番号言うからもう後で電話かかるはい、そこの電話確認、うん、そこの下に英語打ってあるんで、そこからなんかビルの名前ね、くれれば別に、え、ちなみに今のってなんかどうなの、ほらほら、うぃぐぃぐぃねぇ、結構あっさり言ったね今びっくりしたわ、テーブルびっしょり、私のなりすまし、あ、はるかさんのなりすましってこと、おぉ一ノ瀬、はるか、うん、言わへんよ、そんな黙らないよ、ね、これ英語だよね人の名前も英語、そうっしょ、あ、そっか、はい、え、だって試しになんか言ってみなさい、英語、外人の僕、多分言ったら多分ダダーンやりますよ、ダダーンなんて一回言った方がいいじゃないですか、お前そのアイコンタクトしてからやめろ やろやもう顔赤くなってるあ、ダメだやってもうたやってもうた今3回見逃さないですよ、新ルールがね、手を叩くっていう、そうですね、あれですよ、2杯っすかんね、でも僕3杯、3杯飲まなかんして、僕そっかそっか、怖いマジか、うぇーい乾杯、もう手を叩くって危ないですね、はい、本当に、あ、黄色い飲み物だよ、みんな飲んでる、だってもう結構減ったよはい
杯目ね、2杯目ね、2杯目結構もう飲んでますよね。減るのが早い。そう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 、これ3番目いかんとあかんすか時間差でも良いんですか。お店始まるのは7時7時から、いや、髪は染めようと思ってますね、はい。あの次、あの違う色にするんで、伸ばしてんの、今。あね、伸ばしてんの、髪。何色にすんの、はい、何色にすんの。あの、銀色。銀色。銀色。銀色って結構、久々に聞いた。銀色。銀色は久々に聞いた。折り紙とかでよくある、あの、1枚しか入ってない。あの、うん、あるやつですね。うん。はい。伝説的なね。伝説的な。貴重なやつだ。貴重なやつ、うん、あーなんかもう帰っていいかな帰っていいかなあの言ってみたらいいじゃないですか、あの外人の名前とか。だって疑問でしょ、外人の名前。でもさ、やっぱ疑問、うん、でもやっぱなんかそういうなんかあの、うん、なんていうの、伏兵的なのを潰していった方が、ああ、そう、今後のために多分なんかあのはるかさんのことやから絶対来週もやられるから、これ絶対やりそうから、今後用に、ね、でもそれ別に俺犠牲になんなくてよくない。いやでも一回なんかあの伏兵を潰してった方が、あはやてぃはちょっと今日はどうなるの分かんねえな。はやてぃ今多分部屋飯してる。あそれもダメなんで髪の毛を整えてる。そう、マジでほんまにイライラしてきたマジか561はどうなんだろうね。561、うん、フリー、でもそれ、うん、違う、多分あでもあれ英語だよ、英語だよ。いや絶対英語、日本語やったらインクやから、インク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 だよ。イライラとカタカナっすね。イライラはカタカナ。お前そのなんかあの、はい、なんかゆとり発言やめろや、ほんま。なんかカタカナやったら全部なんかもう外来語みたいな、なんかそういう発言なんかもう考えやめた方がいいんちゃう違うよ、絶対。ちょっとあの、調べてみ、はい、あの、なんかそういう、あれで。あれで。あ回線で。回線で。回線で。回線。回線で。回線で。うん、あの、通信機の回線で、いやそれ携帯でいいんだよ。携帯そう、携帯ちょっとあの回線で調べてみてればいい、うんうん、回線回線じゃねえわバーカ誰が回線のや、回線の食いてえマジでほんまに、あなんか一気に疲れるんだからいやほんまにね、うん、あ俺今日は仕事できるかな、ちゃんとゴキブリ、うん、あれ元気です。でもはるかさんですかね。あの動物じゃなくて動物昆虫ね。昆虫ですね。うん、昆虫ね。昆虫元気です。そうだね、あの、はい、まあ従業員はね、あの30人ぐらいかな。30人ぐらい。うん、30人。30人ぐらい、ね。そう、あの在籍は100人ぐらいいるから。確かに。うん。在籍100人ぐらい。100人以上。うん、あのうちのお店、うん、在籍は100人はいる。だいぶ多いですもん。そう、おい、ね、番組の名前、よっしゃほんまにね、もうバカだね、バカ、うん、もう頑張れね、いや確かにでも、セナ、自滅多いな。自滅多いっすね。自滅、あ、でも俺も自滅多いか結局これみんな自滅だけど、自滅だけど、あの、ほぼほぼ自滅やもんな、それギリギリっていうかアウトでしょ。アウト。デレー。ほんまにもうアホばっかりやわ。アホばっかりやもん。どうした？うわ。待って、俺もうなんか茶色いの半分以上減ってるよ、これ。半分。2丁目のおかまね、おかま、うん、おかま居酒屋、おかま居酒屋おかま、
あのさ、1時間番組にしたらいいのにって言うけどさ、多分それやったらマジ死ぬかもね。ほんま変えるよ、もう1時間とかやったら。せめて仕事終わりだよね、やるにしても。営業後やったら1時間番組でもいいけど、みんな英語好きっていうか、やっぱあの外来語が多いんやって、うん、やっぱりあの、うん、ね、世界やっぱあの日本人があの向こうにね、あの米国に侵されてる証拠やね。確かにね。そう、やっぱり米国に米人超戦時中って感じだね。うん、米人、これはダメだよ、本当に。うん、あれはダメだ。そう、米人悪いから、マジで、ほんまに奴らはナチュル。うん、今、手じゃないからね、俺今手、足やで、今、叩いたの、俺は。うん、危ねえ、危ねえ。もっと怖っ、飲んだ方がいいんじゃないですか、もっと。おい、あ、間違えた。俺、あの、ね、あの、一緒に、あの、ね、分け合うために。あ、アップに、まあ、もう、はい、えぐい。何ですか、えぐい。なんか人に継ぐ時だけパンパンついてくるんだよね。俺、多分俺言わなかったらそのままだったでしょ。何ですか、なんでもないよ。ちょっと危ない、危ない。日本語ちょっと分かんないんで。マジで日本語分かんない。それ、この遊び、致命的でしょ。あの、留学生なんで。日本語ちょっとよくわかんないかな。もう職種からして間違えちゃった感じじゃん、もうそれ。間違った、ね、日本語がわからない。そのまるまるズボン、あ、ズボン、どこっすか、これ、どこっすか、これ、これ姉ちゃんのタンスからパクった。え、あ、違うわ、なんもない、なんもない。危ない。1分前、その1分はやっぱ早いね、あの、酔っ払ってっから。楽しいね、酔っ払い。でもさ、もうほんまにあの、帰りたい、今日は。ベロンベロンになる。うん、昨日と一昨日休んだけど、帰りたいな。うん、久々に出たけど楽しいね、なんかすごいね、なんかもう、なんかこういうのをやめようよ、もう。危ないっすね。なんか、潰し合いになるやん。ね、あ、でもほら、最後にさ、あの、言った方がいいんじゃないですか、もう、その外人の名前だけ、あ、10秒前やからもう、外人の名前ちょっとあの、俺、そしたら最近思うのは、早田はファンにしてるローイに似てると思う。ビリゲイツか。ダメだね。あかんかった。うん。ウィー。じゃあ、来週もっとえげつないことすると思うんで、ウィッス。外人。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ホストクラブのお店探しならナイトチュー、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。